県も本当久々なんですけれども、柴田さんの前でやらせていただいたぐらいが、最後だったのかな。1年経っちゃいましたけども、またちょっとね、こうやって舞台にステージに立ってできるとはなかなかね、機会がないんで、今日は何曲かやって、あとは志麻さんの曲に酔いしれたいと思います。じゃあ、落葉という曲から自分なりにコピー
ピットまではいきませんが、頑張ってやってきました。去年の夏に志麻さんの最後リクエストで、この僕のギターでやっていただいた、反逆のピエロ。難しかったですけど、頑張って一人で弾けるように。
しんで、もうちょっと練習して、だってあのコツとかあったら教えてください。こんなこんなで、志麻さんの曲が、この譜面の中に何曲かあるんですけども。いや、全部無視っす。その中に入った。